はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。龍斗様、勘太郎様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日はですね、1週間ぐらい前に撮ったがんの定期検診の CT スキャンと骨神秩、放射性元素を注射してですね、撮影するっていうのの、結果聞きに行ったんですけど、毎回毎回ですね、ビビります。再発してますねとか言われちゃったらどうしよう。病院にあった血圧計でですね、結果聞く前にですね、血圧が上がったら上が155でした。今日高いなぁ、いつも130以下なんですけれども私、高いなぁ。で、まあ無事だと、やってから、手術してから2年経ってるんで、次は半年に一遍にしますね、言われまして、次行くのが5月になりました。めでたくね。で、うち帰ってきて、やっぱりさっきの高い血圧が気になって、自分家で測ったら125に落ちてました。やっぱりビビりますよね、結果聞くの。自分はがんになる人間なんだ、っていうのがもう証明されちゃったわけだから、まあ毎回毎回結果聞きに行くのは、定期検診ね、3ヶ月に一遍、ビビって前夢の日よく眠れないこともあります。中国から送られてきた情報をもとに、マイナンバーカードと在留カードを偽造していた中国人女、テイ26歳逮捕。部屋から3000人分の個人情報と偽造カード750枚が見つかった。これ偽造カード750枚はまだ印字してないやつ、空のカード750枚。まあ組織的にやってんだわな。26歳っちゅうから、あれやれこれやれって言われてただやってる、まあ作業員って感じなんですかね。世論です。こんなん氷山の一角。データ入力を外注したせい、偽造マイナンバーカードが欲しいってやついるんだな。それはいますよね。本国からの指令ってどういうこと。そういや、派遣の中国人がデータ持ち出してた事件あったわな。こんなのすぐ偽造ってバレるだろう。まあIC チップ入ってまして、機械通すとバレるだろうけど、見せるだけだったらバレないかもしんないな。偽物への情熱がすごい。国家破壊工作だろう、これ。スパイ防止法はやと。個人番号、情報3000件はどっから来たなって思ってたんですけれども、まあ、入力外注したんだって。週刊現代記事、しばらく前ですね。500万人のマイナンバーと年収情報を中国に丸投げと。日本年金機構はその入力業務を東京池袋のデータ処理会社、正規格に委託。同社が中国大連市のデータ処理会社に下請けに出した。そっから日本の厚生年金受給者の個人情報が中国のネット上に入出と。この深刻な事態を隠蔽するため、日本年金機構の水島東一郎理事長と厚生労働省大臣官房の高橋俊幸年金管理審議官らは、虚構のストーリーとして欺瞞の論理をひねり出し、日本 IBM に内容虚偽の報告書を作成させ、国会を欺き国民を騙し続けてきただそうで、年金機構のですね、お願いした池袋正規格が中国の会社に下請けに出しまして、まあ中抜きしてですね、でやらして、それが流出した500万人分。これかな。ここは池袋の正規格自体が中国共産党のフロント企業かもしれないですね。で、ここに依頼した水島東一郎年金管理理事長と年金機構理事長と高橋俊之年金管理審議官は中国共産党のスパイかもしれないですね。で、正規格が中国の機関会社って知っててここに頼んだと。で、これ中国からの司令塔情報大量偽造なんで、他国ならね、国家転覆工作の
スパイ容疑だな、死刑だもあり得る事件なんですけど、世界中にまあスパイ防止法がないの日本だけですよね。情けないっすね本当に。国会提出されたあのスパイ防止法案が潰されたのが1985年。この時はあのテレビも新聞も大騒ぎ、野党も大騒ぎで潰された、あれから38年経ったのに自民党何やってたの。安倍総理がですね、特別機密保護法を作ったけれども、こういうスパイを入管難民法違反とか誘引文書偽造でぐらいしか逮捕できないっていうのは危険ですよね。他の国だったら死刑もあり得るのに、今はネットもあってめちゃくちゃな理屈でスパイ防止法に反対してますね。すぐに潰せるんだから提出せえよ、再提出せえよ。まあ岸田じゃ無理だな岸田じゃ無理だよなっては思ってますけれども、まあ危険ですねこれ。国家転覆目論でね、こんな大量に、こういう女が何十人か分かったもんじゃない、500万人分偽造マイナカード作られちゃったらどうしんの、500万人なりすまされちゃったらどうしんの、ネットカフェぐらいはこれで入れちゃうんじゃないの、機械通すのは無理としてもさ、めちゃくちゃな言動で庶民の敵となった経団連徳良会長、またまたやらかす。経団連が自民党に毎月毎月、2億円です、で毎年24億円寄付してるんだって。献金していることについて何が悪いんだ、社会貢献だ、他国もやってると言ってしまいました。この人の経営センスは知らんけど政治センスはゼロどころかマイナス100点ですね。世論です。贈収賄でしょ、すがすがしいほど開き直り、この人ヘイトを集める天才だわ。お代官様手土産でございます。法人税下がって消費税上がるわけだ、政治に関心なくて好き放題させた結果特定の党と強く結びつくことが社会系貢献と思ってんのか、上にこびてこびてこびまくって出世するタイプ、失われた30年の頑強元凶、自民党が社会に貢献していると思ってんの、法人税を引き上げてくれた、引き下げてくれた見返りだから安いもん、経団連に都合いい法律ができてもそれは偶然経団連加入企業が消費税還付で太ると、何が悪いんだはないよな、言い方悪いよな、私ならですね出さないと自民党にいじめられるんでって言っちゃいますね。事実だしね。経団連としては毎月2億円、企業は企業で各々おのおのそれぞれ献金、さらにはパー券も買うと、これで企業に有利な世の中になってるわけなんですけれども、そういえば企業に有利な世の中なら社員にとってもええんでは、企業も儲かったら社員さんの給料も上がるよね、大部分が世の中の大部分がサラリーマン なんだしね、イラッとすんのは私みたいな雇われじゃない人だけかもしんないな。左翼政権が誕生してですね、まあ今でも十分に左翼なんですけれども、左翼政権なんですけれども、企業を目の敵にしてですね徹底的にいじめたらそれはそれで大変なことになりますからね。自民党は票と金のためにしか動かない、それが最大多数の最大幸福ってやつですかね。やっぱ投票率が低い若者に投票してもらいたいです。そうすればですね金は出さずとも票になって影響力出るしね。戸倉会長さらにやらかす。私はこっちの方が大問題だな、やらかしてんなって思いますけれども、収入が不安定な男性をどのように結婚まで持っていくか、そのような男性と結婚しても大丈夫という女性をどう増やすかが重要と、給料上げる気はないのかと大炎上しておりました。世論です。この人なんでこんなにバカなの、経団連でバカな集まり、所得上げるように動かないのか、まずお前の娘をそういう男のとこに嫁にやれ、収入を安定させるって方向になぜ行かない、お前らが賃金上げろよ、あんたは収入が安定してる男性が増えるようにしなさいよ、安定した収入は出さないってことですか、だからあんたの会社傾くんだよ、お前らが払うもの払ってやれば安定するんでは
そりゃ少子化対策に増税だなんてやってるバカどもだしと、給料上げてやる気はないが、女は収入低い男とでも結婚しろ、こんなこと言われたらな、炎上すんに決まってんじゃん。徳倉会長バカなのかな。これ言ってもちっと考えてから喋ればいいのにね、脊髄反射でなんか言ってるようにしか見えないんだよね。商売やったら本音本音で通用すんのかもしんないですけど、そうとは思えないんですけど、この人が暴れてるせいで住友化学の評判も下がっちゃいますね。住友化学の1年株価がこちらであります。右肩下がり、日経平均1年、推移がこちらであります。まあ上がってますよね。日経平均の上がりに、逆らって下がり続ける住友化学と、いうことで、まあ徳良のせいなのか、まあ順調に傾いてて何よりだな。こんなバカが社長やってんじゃ、まあ傾くわな、なんて納得の図であります。川口市、クルド人の解体や全員一人親方扱いで報酬現金手渡しで、もらってて申告してないわ。これあれだって、ウーバーみたいに全員個人事業主現金でもらって、会社はあとは知らねえ、お前ら申告勝手にしろ自分で、個人事業主なんだ、という方式してて、もちろん申告なんかしてねえ、いうことらしいんでありますね。まあ難民申請中の不法滞在者だから、そんなする気もないんだろうな。税理士、あいつら所得税、国保税、労災保険払ってないわ。これがどこよりも安く仕事を受けられる秘訣ですね。世論です。だったら元請けを締め上げよう。なんで本気で対応しないんだ。それじゃクルド人脱税し放題じゃん。自民党の和田政宗はこんなガチガチの脱税集団を悪くないって言ってんのが、不法滞在の外国人が脱税で高級車乗り回してるとか、申告しなければ納税しなくていいなら誰もやんなくなるぞ。税務署は徴税の職務を放棄してんじゃないよ。ゴミを県外に不法投棄する連中がきちんと納税するわけがある。相手は隠れてるわけもないんだから手段はあるだろう。日本人の脱税には厳しいのにね、外国人だから面倒だからって放置してるって、税務署仕事を放棄してるね。これ放置してたら、真面目にやってる日本人の解体業の存続に関わりますね。仕事全部取られちゃってね。現金手渡しだから把握できないって、屋台のたこ焼き屋さんも納税してんでしょ。川口税務署が怠けてるだけだこれね。それともですね、入管法変わったから4年であいつらいなくなっからっつって放置してんですかね。川口税務署は払ってる方は払ってる方の支出として記録してるはずなんだからね。そっち調べて、おめえこっからいくらいくら給料もらってっぺって、とっちめだらいいんじゃねえの。今いる連中は4年でいなくなるかもしれないですけれども、次々新しいのが来て補充されたらどうすんだって話ですよね。その他のニュース、日本が提出した核兵器のない世界に向けた共通のロードマップ構築のための取り組み案が国連総会で賛成多数で成立してしまいました。こんなのの先頭に立つたら、将来的にも核武装できなくなっちゃうじゃねえの。何やってんだ岸田、そんなにいい人ぶりてえの。核兵器なくそうなんて日本が言わなくてもいいよ。将来的に核武装したいんだからさ。もしくは核兵器よりもすごい武器作っちゃうとかね。テレビキー局、視聴率すべて下落、ブワハハハ。 NHK ですら下落。高額報酬はもう無理ですね、将来的にはとって。議員の息子娘のコネ入社も今からじゃあお先真っ暗ですね。40年後もうテレビねえべ。今若い議員の息子娘テレビ局に入ってもお先真っ暗だわね。心は女なのになんで女子風呂はダメなの。三重県で逮捕された無職男性43歳、起訴が決定。めでたく犯罪者になる模様であります。心が女って科学的に証明できれば大丈夫なんじゃない、無罪なんじゃない。まあ無理だけど、そんなこと。似たようなやつ出ないためにも厳罰にしてほしいですね。温泉業界、公衆浴場業界の危機ですからね。
最後の個体が返還完了で、イギリスからパンダがいなくなりました。中国共産党、関係悪化で引き上げたとか言ってるんですけど、いや、叩き返されたんですよね。日本には現在9頭パンダがいるそうであります。上野に4頭、和歌山県に4頭、神戸に1頭、和歌山県に異常に多いのは中国共産党に媚びへつらう二階先生のおかげですね。日本のパンダの半数近くが和歌山県にいるって異常ですよね。この数字見たとき私もびっくりしてしまいました。異常だわこんなの。日本国内で逮捕された外国人数、ついにベトナム人が中国人を上回る。ハングリーベトナム人に中国人も勝てないみたいですね。今の中国人の若いのは、まあ、一人っ子で甘やかされてきたからハングリーでないんだろうか、通貨犯罪しに日本に来んなよな。バイデン大統領、岸田はウクライナ支援のリーダーだ。いいように絞り取れてるっていう証拠だなこれな。あのいいように言うなりに1700億円のウクライナの保証人にもなっちゃったしね。人の金でカッコつけるの楽しいのが岸田は。中央日報、日韓はライバルではなく共同体だ。特に経済面では協力しなければならない。竹島軍事占領してる敵君が何言ってんだ、気持ち悪いな。何が共同体だ。お前ら敵国だわ。新生軍事敵国だろうが。竹島、軍事占領続けてんだからさ、よっぽど経済ダメなのがすり寄ってきましたね。これ騙されてはいけません。韓国は敵国であります。韓国人は敵国人なんだから自由に日本に来れるのがそもそもおかしいんであります。おかしいべ。ウクライナ人ロシアにのこのこ自由に行き来できる、おかしいでしょ。おかしいんだよ。おかしいの。共同体でもなんでもないですからね。私はこれを言い続けたいと思います。12月9日拉致被害者署名活動を行います。お手伝いください。12月29日忘年会やります。ご応募ください。どっちもメール当院様限定であります。メール当院様のご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからお願いいたします。デトックスジャパン。